あなたの体を貸してね。主人公言うたら自分しかおらへんやろ。初仕事緊張するわ。地獄よりはマシだろ。私の歌聞いてくださいね。今日もディーバチャンネルを聞いてくれてありがとう。このチャンネルは王室放送基金によって運営されています。お相手は歌姫でした。またね。今日もいい番組だったね。でもそろそろ少し変化が欲しいよね。あ、それは私も考えてます。皆さんを楽しませるのが私のお仕事ですから。そうかい、期待してるよ。他の連中も宇都姫みたいにしっかりした考えだと助かるんだけどな。それじゃあお先に失礼します。部長に褒められるなんてすごいね。今日も博物館に行くのかい？はい。でもその前にカナッツへ寄ってもらえますか？百貨店で買い物？珍しいね。ファンに気をつけてね。はい。怪我をさせないように気をつけます。ママ、歌姫ちゃんだ。ダメよ。歌姫ちゃん、ダンスバトルだ。いいわよ。ワン、ツー、スリー、フォー。愛がアップ。イエーイ！すごいよ。私よりダンスうまいかも。歌姫ちゃんも頑張ってね。頑張ります。ありがとね。乗せるのうまいな。私にはお世辞を言う機能はありませんよ。だから本当のことなんです。次は王立博物館だな。音楽ライブラリが充実していて、聴いても聴いても聞き飽きないんですよ。歌姫なら一瞬で全データ転送できるだろう。リアルタイムで聴かないと意味がないですよ。音楽はデータじゃありません。そうかい。聴きすぎて放送に遅れるなよ。タイマーセットしておきます。迎えは走った方が早いです。今日も来たんだね。よろしくお願いします。もう一般客は来ないからゆっくり使ってくれていいよ。ありがとうございます。この曲、
私いつも王立博物館でいろんな音楽を聴かせてもらってます。世界中のさまざまな時代の音楽、歌、時々このチャンネルでも流させてもらってますよね。今日はちょっと趣向を変えて私がアカペラで歌ってみようかななんて、そんな風に思ってしまう本当に素敵な歌があったんです。タイトルはわからないんですけど、聞いてください。いい歌じゃないか。禁止楽曲だ。お前何やってたんだ。え、俺のせいですか。君のメモリには禁止楽曲のデータがある。メモリを封鎖する措置を取らざるを得ない。そんなデータ消しちゃえばいいじゃないですか。人権意識のないやつだな。お前の脳みそ削ってやろうか。あ、いや、遠慮します。簡単に消すとか言うな。同じことなんだよ、脳を削るのと。だからメモリを封鎖して禁止楽曲にアクセスできなくする。機能の一部に影響が出るだろうが、基本的な機能は維持され生活に支障はないはずだ。結局消すのと大差ないじゃん。歌は歌えますか。それは無理だろ。ここでの仕事も終わりだ。君の名前は。私の形式番号は D057231 4、 通称ディーバナンバー5、歌姫です。歌姫か。では歌ってもらおうか、アルビオン国歌を。歌詞はわかりますが楽譜にアクセスできません。私には歌唱機能はありません。歌えません。わかった、もういいよ。おい、どこ行くんだよ。俺のことも忘れてしまったのか。あ、ママ、歌姫ちゃんだ。こんにちは。ママ、なんか怖いよ。行きましょう。もうこの体ではいられません。あなたの体を貸してね。ごめんね。もう閉館だ。入れないよ。よろしくお願いします。だから閉館なんだ。メカのくせにわからないのか。すみません、すみません。これから私はどうしたらいいのでしょう。こんなところにいたのか。君はラッキーだ。あなたは誰ですか。私が誰かはどうでもいいんだが、名乗っておこうか。私はコンスタンティン、アルビオン王国異世界探索隊の隊長を仰せつかった身だ。私には関係のない話のようです。関係大ありだよ。君は探索隊のメンバーに選ばれたんだ。だからラッキーだと言ったんだ。どうしたらいいか悩んでたんだろう。
我々と一緒に探索に出かける。いいね。わかりました。他に意味のある選択はないようです。よろしくお願いします。 OK、 早速出発だ。他のメンバーにも紹介するからね。わかりました。よろしくお願いします。改めて自己紹介するよ。アルビオン王国異世界探索隊の隊長コンスタンティンだ。女王から重大な使命を託された。興奮するね。彼は今く狼男だ。おとなしいから心配しないで。彼女はボーディカ、腕のいい女戦士だ。ちょっと王宮と揉め事を起こしちゃってね。どうでもいいだろう、そんな話。ああそうだね、どうでもいい話だったね。隣はブラ、美しい花だね。まだ花じゃない。そうだったんだ。じゃ先々楽しみだね。そして あの人はウェンズデーでいいんだよね。私はフライデーじゃなくてチューズデーじゃなくてサンデーじゃなくてウェンズデーだよ。で最後が君、名前は。私の形式番号は D057231、 通称ディーバナンバー5、歌姫です。よし、自己紹介も終わったし早速出発しよう。君たちはこの領域を何と呼んでるか、どんな思い出があるのかな。ああ、ボーディカーは初めてだよね、ここは。そうだね。何もなさそうだが、ここで仕事をするのかい。ここはただの通り道だよ。まずは扉をつなぐ必要があるね。君の出番だ。私ですか。私は何もできません。アルビオン王国異世界探索隊の進路を決めるのは君の役割だ。さあ、頼むよ。
ここでいいのでしょうか。僕らは扉の向こうでいろいろ探し物をするんだけど、君が探すのは心だよ。それが今君に一番必要なものだっていうのは、君自身が知ってるよね。それじゃ、頑張って。メカの心って、何ですか？データ収集開始ね。異世界探索なんて綺麗事じゃ済まないってことさ。何をすればいいのでしょうか。お前にも誇りはあるか？
ここがチャンスだ。よし、行くよ。畳みかけろ。みんなが頼りだよ。このやり直しはありだね。
満足してちゃ強くはなれないからね。